はい、えー。それでは今回はドロップボックスのアカウントの作成方法を解説します、えー。ドロップボックスはこのドロップボックスと検索をかけていただくと一番上に来ますのでこちらをクリックしてください。はい、えー。ちょっとですね、アカウントログインしていますのでログアウトします。えー、ここにですね、アカウントを作成という風に出てきますので、まあ、公式サイトの方に移動しましたらこちらをクリックしてください。 はい。そうしましたら、この、生徒、名前ですね。落ち込んでいただいて、あとはですね、この、アドレスと、パスワードを入力してください。で、この同意しますのにチェックですね。はい。まあ、こちらでさアカウントを作成できます。あとは、この、Google で登録っていうのがありますので、こちらを使うっていうのも、まあ、ショートカットできていいですね。はい。こんな感じで、出てきますので、自分の、 まあ他のなんかクライアントさんの方が入ってた場合ですね。に限るんですけど、複数あった場合はその該当するアドレスを選択していただいて、それで登録作業を進めてください。はい。まこっちの方が早いですね。はい。ということで簡単に Dropbox の作成ができますので、はい。このように進めてみてください。ちなみに使い方はですね、とてもえーシンプルというか簡単なんですけど、 はい。まあ、これ、ブラウザ版ですね。あとは、パソコンの方で、こう、アプリをインストールすると、えー、表示されますが、ブラウザで解説していきたいと思います。えー、ここにアップロードとあるので、まあ、あと、ドラッグドロップでファイルをですね、こう、入れていただくと、ここに、配置されるっていうものですね。はい。まあ、とても簡単です。はい、まあ、フォルダー作って、 カテゴリーごとに管理するっていう。ま、こんな感じでカテゴリーを作っていただいて管理するっていう形で、あとはファイルをドラッグドロップで入れるっていう。ま、そういうシンプルな、ま、簡単に使えるといったサービスになります。はい。え、それでは Dropbox のアカウント作成は以上になります。